オランダ人は日本の皆さんのように自転車が大好きなことをご存知ですか？オランダ人はいつでもどこでも自転車に乗り、オリンピック大会でさえ自転車で訪問します。サイクリングにより CO2 削減が可能になり、経済を刺激します。人にも健全な乗り物です。土地が狭ければなおさらです。しかもサイクリングはとても楽しいスポーツです。まさにその楽しさと我々の専門知識を東京オリンピック2020年へ向けてお伝えしたいと思います。ビジター同士も自転車でスポーティーに競い合うことのできる世界初のオリンピック大会となることでしょう。自転車とそのインフラストラクチャーに焦点を置くことにより、東京オリンピック2020年はとても素敵な体験となります。オリンピックは東京都が持続可能なメトロポリタンへと遷移するシンボルとなることでしょう。既存の街路を周到に調整し、安全性、モビリティ、地域経済にも大きな影響を与えます。これは世界中でも証明されています。自転車にスペースを与えることにより、その他の交通にもメリットがあり、交通事故も激減します。この都市再生を導くこと、それが我々が得意とする分野なのです。スマートシティデザイン、ぜひ皆さんと共に取り組みたいと願っています。東京都の再生に協力させていただき、オリンピック祭典のユニークな具体的実現を可能にすること、それが我々の願いです。軽快にサイクリングを楽しむビジターであふれることでしょう。東京オリンピック2020年は決定的な瞬間にやってきます。